演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらモンカフェの3種類のブレンド飲み比べセットで飲み比べをしたいと思います。ちゃんと覚えてください。こちらがモカブレンド、こちらがマイルドブレンド、こちらが京都ブレンドです。なんで京都だけ名前なんでしょうか。そこが気になるんです。親しまれているというか、それだけなのか。ではこの代表としてこのマイルドブレンドに登場していただきましょう。はい、中身はこうなっています。ドリップタイプですね。で、ちょうどやり方が書いています。こうやって中央を開き、左右を折りたたんでコップにセットする。ちょっと見えにくい。こういう風にセットしてお湯を注ぎますが、手に持ってこぼすと嫌なので、もうちょっとだけ、ここで蒸らしたと下に落ちるのを待つわけですね。はい、それでは全て入れていきたいと思いますので少々お待ちください。チャンネル登録よろしくお願いします。入れ終わりました。これが最初にあげたモカブレンド、こちらがマイルドブレンド、なんか見た目は分かりづらいです。そしてこちらが京都ブレンドになります。なんかいろいろもう色が分からないんでカップの色で覚えてください。それではまずモカブレンドから飲んでみます。どれがっていう感じじゃないかな。どれも美味しいから、難しい。最初に飲んだモカブレンドはちょっと甘みがあって、そのこっち側にも苦みがあって、ちょっと振り幅があるような感じですね。甘いんですけど、ほんのり苦みも感じられて、そのバランスを程よいところで取っている、そんな感じです。ただ、悪く言うと、どっちつかずかなとも言える部分もありますので、こちらの点数とさせていただきます。で、この続きまして、このマイルドブレンドは、先ほどのモカブレンドと比べると、やや甘さの方に寄っていて、苦みはあまり感じませんでしたね。まあ、そこまで甘ったるいわけではないので、苦いのが苦手な方にはおすすめできます。ただそれでもどうしても苦味っていうものはありますので、どうしてもという方もいるかもしれませんが、自分は割と先ほどと比べると甘みで感じましたね。なのでこれもこちらのテイストとさせていただきます。そして逆にこの京都ブレンドはどちらかというとモカブレンドを基準に考えると、どちらかというと苦味が強く方向で甘さは控えめといった感じです。控えめとは言っても全く感じないというわけではないのです。なのでそのあたりでうまくバランスを取っていく感じです。なので苦味をより求める方はこちらの方がいいですね。今回で数回、自分はもうちょっと苦味あるコーヒーもよく飲んでいますので申し訳ないんですけど、これはこれもこちらの点数とさせていただきます。全部この点数でなっちゃいましたね。まあいずれにせよこれはもう好みの問題と言った方がいいかもしれません。でもいずれもとても美味しかったですよ。ケーキとかここにあったらよかったのにな、今ないんだよなって、何を言ってるんだ自分は。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。